のお昼間ライブと同じテンションでやっていきたいと思います。これで乾杯します。これはですね、私は、アップルサイダーなんですけど、これね開けてみたいと思います。ここでこぼれたりしたら大騒ぎなんですけど、多分大丈夫と思うんですけど、一応こぼれた時のためにこのタオルもここに雑巾ですね、用意してますから頑張ります。はい、じゃあ皆さんメリークリスマスということで、楽しいホリデーシーズン送ってください。それでは、あ、違う、ちょっと待って、あ、大丈夫です、あ、大変、ちょっと待って、ちょっと待って、ほんまに大変こんにちは、ピアノケイチャンネルです。いつも私の動画をご覧いただきありがとうございます。今日は、今年の総集編ということで、今年1年ピアノケイチャンネルがどんなことをしてきたか、それを皆様と一緒に振り返りながら、皆様に今年1年の感謝の気持ちを伝えたいと思います。4月に500人に達成して、500人ライブを初めてしまして、でそこから600人、700人、800人、900人まで、だいたい1ヶ月半か2ヶ月に1回ぐらいライブをしてきました。でそのライブでは私はいろんな T シャツを着替えてるんですね。でその T シャツに合わせて、その T シャツに書かれたスイーツを食べるという企画を間に挟んでますので、まずそのダイジェスト版をご覧ください。私はいつもこのままガブッと葉っぱも丸ごと食べてるんですけど、今日は一応一応あの YouTube にあの配信されるので、ちょっとめくって上品に食べたいと思います。お色直しからお帰りなさい、ありがとうございます。ゆみさん帰ってまいりました。美味しいです。皆さんの、ご期待に添えるように新しいですね、また T シャツこんなので登場し、お色直し戻ってまいりました。じゃあちょっといただきます。エネルギーを補給したいと思います。おいしい戻ってまいりました。今回はですね、まあ皆さんのご期待に沿ってですね、みたらし団子を着てきました。まあそれに合わせてですね、恒例の今日はみたらし団子を食べたいと思います。ちょっと食べてみましょう。先ほどの、あとみちゃん、素敵な曲です、ありがとうございます。マサさん、今同じ曲練習中なので勉強になります。アリスアリスインワンダーランド練習中っていうことですよね。頑張ってください。戻ってまいりました。今回はクレープです。またこのクレープを着てですね、まずはクレープを食べたいと思うんですね。でまあちょっとこの自家製のむにゃむにゃした今一応作りました。こんな感じで、中にカスタードとバナナ入ってるんで、ちょっとこれこのまま食べたらブワーってなって大変になるので、ちょっと上品にこれで切って食べたいと思います。戻ってまいりました。今日は、私の誕生日ということで、めでたいというたい焼きを着ています。そしてあのまた恒例のたい焼きも近くに売ってるんですけど、これを今日は食べたいと思います。めでたいめでたい。じゃあいただきます。あおいしいや。はい、いかがでしたでしょうか。いろいろなスイーツを食べていたと思います。私はお酒は飲めないんですけど、和菓子も洋菓子も大好きなので、いろんなスイーツをこのライブの度に食べれるのも楽しみにしています。
スイーツを食べるときに決まって大体ハプニングが起きるんですね。でそれは私は全然予期せぬハプニングなんですけれども、もう今となっては、ピアノ K チャンネルのライブの、何でしょう、代名詞みたいになっててハプニングがということなので、まずそのどんなハプニングが起こっているのかというダイジェスト版を編集者さんがわざわざ作ってくれましたのでご覧ください。藤井風くんっていう人なんですけど、こう寝ながらピアノ弾いてたんですよ。で私はそれを見て、はあ、寝ながら弾く、私もやってみたいと思って皆さんに今から披露したいと思います。非常にお見苦しい格好で弾きますけどすいません。ちょっと最初だけ見ますね。OK です。すいませんですね。でまあちょっとこの自家製のむにゃむにゃしたでも一応作りました。こんな感じで、中にカスタードとバナナ入ってるんで、ちょっとこれこのまま食べたらブワーってなって大変になるので、ちょっと上品にこれで切って食べたいと思います。そして今回は、ちょっと一緒に飲む紅茶、わー落ちた、すいません、ちょっと待って、すいません、ダイソーのちょっと待って、明日ママこれライブで食べてねってケーキ買ってきてくれたんで、まあ、それを持参したんですね、ピアノここに。そしたらいつも撮影して編集してくださる編集者さんも、今日はピアノ K チャンネルさんのお誕生日ということで、ケーキを用意してくださってて、それがなんとですねどっちも私の好きな栗のモンブランでした。ということでこれをですね
もう、ま、びっくりしますよね。この2つともモンブランだったっていう。こっちがあの娘がくれた方で、こっちがあの編集者さんがくださった方なんですけど、これをですね、もう私が今ダイエットをしてるという時に、この2つ美味しいモンブランをいただいてしまったので、まあ、ちょっとどっちもちょっとずつ食べてみたいと思います。まずですね、こう娘からもらったモンブランの方を食べたいと思います。美味しいです。美味しい。すごくあのなんていうか栗ですね。栗っていう感じのクリームがもううわーって感じのモンブランです。ではもう一つあの編集者さんからいただいた方を食べてみます。あ、落ちます。ちょっと待って。あ、全然違う。モンブラン食べ比べたこととかないですけど、うわ、全然違う。もうえないともう本当ね、あのなんか緊張して、逆にいつもの私が出ないので、ちょっと多分この私の中の虚偽反応が体の中で出たのか、胃が痛いなと思いながら、なので後半はあのいつも あのお昼間ライブと同じテンションでやっていきたいと思います。これはですね、私は、アップルサイダーなんですけど、これをね開けてみたいと思います。ここでこぼれたりしたら大騒ぎなんですけど、多分大丈夫と思うんですけど、一応こぼれた時のためにこのタオルもここに雑巾ですね用意してますから、頑張ります。はい、じゃあ皆さんメリークリスマスということで、楽しいホリデーシーズン送ってください。それでは、あ、違う、ちょっと待って、あ、大丈夫でした。あ、大変、ちょっと待って、ほんまに大変、ちょっと待って、もうびっちゃびっちゃ、ちょっと本当に大事件、この私の一丁裏が、事件、まあ、これもほんとすんごい出てきましたけど、ちょっとほんと髪の毛までもアップルサイダーだらけ。やっぱり私はあの事件なしでは今できないということで、ね、まあほんと大変なこの状況なんですけど、まあこれちょっとだいぶズボンまで着てますから、まあとりあえず乾杯しましょう皆さん。あー大変、もうね床がみんなびっちゃびちゃの状況。皆さんとりあえず、あー、ですね、来た、ほんと来た。もうこれね、全然計算してないのにこんなことって本当面白いですよね。もうメリークリスマス。はい、待ってました、待ってくださってましたか。皆さん乾杯、メリークリスマスです。はい、あのいろいろなハプニングあったと思うんですけども、もうあのどんどんライブのたびにその、 あのハプニングの大きさが大きくなっていって、そして最後 の、 あのクリスマスのライブは大変なことになってしまいました。本当に自分でももうこんなことが起きるなんて、あのなかなか想像もできないし、想像以上のハプニングで私もびっくりしたんですけども、あの皆さんもあんなにブワーッと吹き出すとは思わなかったですよね。で、あのあとまた普通にライブを続けていたのがびっくりするって、あの後でも見ていた友達とかにも言われたんですけども、実はあの時は私は涼しい顔をして続けながら下で、あのピアノの下に潜って編集者さんがふきふき床をふきふきしてくれていました。というようなこと裏話もあるんですけれども、私はいつもすごく真剣に大真面目にライブをやっているんですけれども、なんか皆さんはあのそれをかなり
笑ったり突っ込んだりされるので、私もどこがおかしいのかなっていう時もあるんですけれども、ハプニングを楽しみにライブに来てくださる方もいらっしゃるということなので、来年もまた楽しいライブにしていきたいなと思っています。いろんな新しい試みもしました。ピアノ K チャンネル劇場という仰々しいタイトルがついている動画があるんですけれども、それは、私がここでおまんじゅうを食べて、そしてここでピアノを弾くっていうのを、2回撮って、あとは編集者さんにお任せしていたら、あのような、1画面に私が2人いるというような奇妙な動画になっているんですけれども、またご覧になられてない方はぜひ見てみてください。それと今年は11月に渡月橋という動画を上げたんですけれども、これは、渡月橋のピアノに合わせて、実際に渡月橋、京都の渡月橋に半日で弾丸撮影に行きまして、いろんなポーズをしてですね、撮影をした動画になっています。私が2人いたり3人いたりいろいろするんですけれども、意外にこれが頑張って撮影しに行ったにもかかわらずあまり見られていないという、ちょっと寂しいので、できたら皆様一度ご覧になってください。よろしくお願いします。はい、今年も1年いろいろやってきましたけれども、皆様 の応援のおかげで、ここまでピアノ K チャンネルも続けてくれました。ぜひ来年も皆様に引き続き応援をお願いしたいと思います。そしてまた、チャンネル登録もよろしくお願いします。来年も皆様に、もっと楽しんでいただける企画を考えていますので、ぜひ楽しみに待っていてください。それでは2022年も皆様にとって良い年になりますようにお祈りしています。今年も1年ありがとうございました。